この一戦目で、んと思った流れを、はい、第二戦、はい、宮城投手戻しましたね完璧にまた左を抑え込むんですねめちゃくちゃ良かったです、あの日の宮城は何が一番いややっぱりストレートに迫力がありましたね審判でも結構きつかったんですよそれ言いますか<え> <laughs> 1>, 手手いや1戦目もねあったんですよ、かなりあのね頓宮かな、見逃し三振したんですけど、うん、低めのボール、あの三振でやっぱりオリックスの流れがなくなったんですよ、正直。うん、で、2戦目も低めのボールを、うん、ストライクボールで判定で、ちょっと流れが変わりかけたこともあったんで、うん、だ今年の日本シリーズ、ちょっと厳しいですすち、ね、ちょょっっととと厳厳ししいいでこありますね。 両サイドもあれだし、工程もあります。だから結構見えない。よしみたいな感じだけどボンっていうのは。そうですそうです。あのノイジーをね、2-2からインサイドのストレート、あれストレストライクですよ。私めんどくさい。言います。よ今、どう考えてもストライクですよって言います。これがでも踏ん張って。はい。だからあのあと3-2からね、低めのフォークボールで三振取った時に。 宮城がもうガッツポーズしたんですよ、うん、あんなの僕見たことなかったです宮城はああいう感情をむき出しにしにたのまあ前日山本君がやられたということで,、はいでね、ここで抑えないと流れがっていう、うん、でまたこの西野君だとか広岡君だとか前の日に出てない選手が、ね、打って中島ジックが。そうです まあ、その辺の戦い方っていうのは、うん、やっぱりシーズン中と一緒だと思うんですよね。うん、やっぱり状態の悪い選手を早めに見,見極めてちょっと外して、うん、で状態のいいい,いいであろう選手をスタメンに入れていくっていう,、うん、うそれがもうきっちりありましたよね。それでまた野球は